ジョゼピントでカルバーリオサントス・アグアスはアンゴラル・アンダ出身の元ポルトガル代表のサッカー選手。ポジションは FW。ポルトガルの植民地時代のアンゴラで生まれ、アンゴラのルシタのロビトでキャリアをスタートさせた。そこで活躍しているところをポルトガルのクラブチームに発掘された。1950年代から60年代にかけて SL ベンフィカでキャプテンとして 数々のタイトル獲得に貢献し、自身も得点王を5度獲得する活躍をした。特に1961年には、ベーラグッドマンの下で、エウゼビオやマリオコルナラと共に、FC、バルセロナを相手に先制ゴールを決め、ベンフィカで初めての UEFA チャンピオンズカップを制覇し、ポルトガル人として最初にカップを両手で掲げてみせた。 また翌年にはレアルマドリードを下し連覇を達成した。ポルトガル代表としては、1952年11月23日にオーストリア代表戦でデビューを果たした。その後、エースストライカーとして活躍し、1962年5月17日のベルギー代表戦が最後の代表戦となった。1963、1964シーズンに、 オーストリアの FK アウストリアウィーンに移籍し、そのシーズンの後に33歳で現役を引退した。2000年12月10日に、ポルトガルの首都で70歳で死去した。息子には80年代から90年代にかけてのベンフィカや FC ポルト、ポルトガル代表でプレーしたストライカーのルイ・アグアスが、いる。またルイ・アグアスの姉のレーナ・ダグアは、ポルトガル最初の女性ロック歌手で、 日本帝国というヒット曲がある。ありがとうございます。